Et salut à tous, c'est Amplus038 et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Xenoverse 2. Et on va continuer le mode histoire. Alors, au dernier épisode, on était intervenu auprès de Trunks hein, pour aller régler le compte à C16 et SL qui venaient d'Onsezou. D'ailleurs, en fait, chronologiquement, c'était lorsque Trunks retourne dans son époque après être venu dans le futur, enfin, dans le passé plutôt. On revoit cette séquence. こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。 Donc Trunks qui revoit encore une fois cette scène. Et il ne faut pas qu'il intervienne. いいのか？少し歴史が変わってしまっとるようじゃが。あれくらいなら私が巻物まとめるときに消えちゃうわ。でもそうね、残しておきましょうか。 Il vaut mieux laisser l'histoire comme elle est. Parce que c'est l'événement déclencheur qui a permis que Trunks révèle son potentiel finalement. Nadia. Alors quelle aventure nous réserve la suite? Oui, dans une réalité altérée, dans une future altérée, celle qui absorbe ses 17 et ses 18 en même temps. Il faut intervenir pour que l'histoire se passe normalement. Sonna, Selga, 17号 et 18号 ont kyushushite, ikki. Honto wa chigaunka? Eh. Honlai nara, 17号 ont kyushushite kara 18号 ont. Nanjay, kekkyok kyushu surun kai? それはそうなんですけど、セルは精神と時の兵を使い、たった一日で強くなった父さんと俺を見て、時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなると期待し、セルゲームの開催を決めたんです。こんなにすぐ完全体になってしまっては、セルゲームを開催しようとも思わないでしょう。面倒じゃのう。お前さん直くら行って姿見せてきたらどうじゃ。 あの頃より強くなっとるじゃろうから、セルもその気になる。そんな無茶苦茶な。っていうか、こんなに一気に変身しちゃったらクリリン君が結婚できなくなっちゃうんじゃない？そうなんでしょ。そうよ。もう鈍いんだから。とにかくお仕事お仕事。今回のサポートはトラ。はい。 この歴史のことはよく知ってますから。そうね。恋愛イベントには超疎いけど、叩く。そっちはいいじゃないですか。はいはい。じゃ、ま、気をつけて行ってくるんじゃぞ。 Allez, on va lui régler son compte à celui-là. Faire en sorte que la chronologie se respecte.
所を知りたいだけだ。教える気はない。貴様らの息子孫悟空を殺すことだ。どこにいるか教えるわけがなかろう。では戦いの続きを知るか。話したくない。17号の駒が空に乗り上がる。17号がセルに吸収されたら恐ろしい強さになってしまうでしょう。セルが現れる前に。セルを破壊する。え、戦う時が来たんだ。孫悟空と出会う前。アタックオーザッポン。基本攻撃チェンジ。Qu'est-ce qui va se passer? On a été victorieux. そうだ、それでいい。やればで。お帰りなさい。お疲れ様です。しかしこれでめでたしめでたしとはいかんだろう。あのあと結局セルは17号と18号を吸収してか。ええ。でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気になるわ。これで無事解決したとは思えないし、この歴史は引き続きチェックしていかないとね。それは俺に任せてください。あなたはひとまずゆっくり休んでください。お疲れ様でした。Que j'aille me reposer, mais bien sûr. On va avancer un petit peu dans mon histoire.À la source d'épisode, vous aurez du mode histoire, là, vous allez en manger. Oh, Kitaka! Trunks a checké les maquis, mais il y a un peu de temps. Dans cette histoire, la série de 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 la série。あいつは時の流れから外れた存在。俺、お二人とも
サポートをお願いしますね。うん、任せておけ。後輩にいいとこ見せなさいよ、トランクス。はい。強さ、興味深い影響がとっとすサイヤ人を連れてくる。ただの腕自慢なら俺の敵ではない。今セルゲームの会場では悟空君とセルが戦いを繰り広げている。二人の戦いの邪魔を絶対に止めよう。準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トア。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。D'accord. Très intéressant. なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。ゼルの木がいきなり膨れ上がった。トアの魔術だな。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史にはパワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。Oh, les petits, les mini-celles.
セルが異人だぞ。少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンだし。よし、やってやる。お前もそういうのが戦ったのだ。チャンピオンが逃げたんじゃいい笑いもんだぜ。よし、放り投げるぞ。シャーッと地蔵人間。孫悟空、正しいことのためにたとえ手を積み上げるか、精神の怒りのままだ。自分に対応していく気持ちが Ah, la fameuse séquence où c'est ça, ce sont effectivement Son Gohan. Ensuite, on va voir celle qui revient finalement, qui tue Piccolo, qui tue Vegeta. Ah non. Mais il est pas sérieux. Bon, faut se transformer là, à mon avis. Hein.
て。よかろう。ゲームの反抗を認めよう。ミサルくん、私は現れる。なんじゃい、そのメタルクーラというのは。なんで今日は私に来てるんじゃ。いや、下町を続けてったのはあなたの花の花はワードソース時空と時空をつなぐトンネルのようなものです。メタルクールはこことは違う時空から設計部の会場に乗り込んできているようです。メタルクールを追い込めてください。このまま引き切りよ。トランクス、あなたの家庭に行きなさい。ワードソースに込んでご飯君たちと合わせに済むでしょう。Mais où est-ce qu'il va encore ce ouf? Ah ouais, on va se refaire des couleurs. Alors, Sangwan s'en est-il sorti face à celle-là ? Ah putain, c'est pas fini encore. これだけの数のメタルクーラーを相手に勝てると思っているのか。そっちこそ俺が何の作戦も立てずに突っ込んできたと思ってるのか。何、俺の母さんは天才科学者だね。俺の趣味は機械いじりなんだ。
L'autre qui discute là-bas. Ça l'a pris très bien. メタルキーラーが動きを止めるまでこいつらを食い止めますよ。これでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。どうした。貴様の力はそんな程度じゃないだろう。En plusieurs étapes cette quête.Donc on n'a pas l'épisode où Son Goku se sacrifie en transportant Cell et le retour de Cell avec l'assassinat de Vegeta, Prédiction. でも僕の思い上がりでそんなとお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。この手で殺したかったと思っていた。トワの魔術でパワーアップしてご飯のお宅もセルを倒していきたい。
Eh ben j'aurais succombé à celle. Alors que je pousse mon personnage un petit peu. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On trouvera dans le prochain épisode la suite de notre mode histoire et puis les quêtes annexes. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.